花見のカサゴはカサゴメフサカサゴ科の海水魚である。赤色、エビ茶色、白色の縦縞模様で識別され、目の上と口の下の肉厚の触手、センスのような胸びれ、長い背棘を持つ。生魚は17インチほどまで大きくなるが、幼魚は1インチかそれ以下の大きさである。背びれ、尻びれの先端のゲの部分に毒があり、毒を注入して襲うこともある。 花見のカサゴによる死亡事故は報告されていないが、刺されると激しい痛みを伴い、患部が赤く腫れ上がるため、ダイバーや釣り人の脅威となっている。身のカサゴとの違いは胸部に縞模様があり、背びれ、尻びれ、尾びれの難情に黒色斑があるところである。メディアを再生する海中を漂うように泳ぐ花見のカサゴに育食性で、主に甲殻類や小魚を食べる。 夜行性であるため、日中は岩の物影や隙間に隠れ日没後に岩やサンゴを泳ぐ。泳ぐ際にヒレをゆっくり動かす以外には、身動きはせずに海底を漂うようにして泳いでいる。捕食時には、体の色を変化させて、周囲のモやサンゴに紛れさせて、獲物に気づかれないように接近し、吸い込むように捕食する。繁殖は日没直前の海面の近くで行われ、 求愛後にメスは、粘り気のあるゼラチン質を分泌して、直径2から5センチメートル球体に形成してから、その中に散乱し、その後に、オスが精子を放出して受精させる。球体一つあたりの卵の数は2000から1万5000、で数日間海を漂って、ゼラチン質が溶けて亡くなった頃に稚魚が帰る。インド洋東部から、西太平洋にかけて広い範囲に生息している。 日本では、駿河湾以南の岩礁や珊瑚礁域に生息している。また、外来種として、アメリカ合衆国の東海岸でも見られる。2001年夏までに、フロリダからニューヨーク州ロングアイランドにかけての大西洋岩で発見されている。主に鑑賞用として、市場取引されている。食用として市場に流通することもある。 人間が花見の傘子に刺されると患部が激しく痛み、発汗、水泡などの症状が出る。重症化すると頭痛、吐き気、嘔吐、腹痛、洗脳、発作、手足の麻痺、呼吸困難、うっ血性心不全、排水腫、心腺などを発症する場合がある。ありがとうございます。